ただいまから令和6年度第7回秘書定例記者会見を始めます。千葉市長、よろしくお願いいたします。はい、それでは定例会見始めます。本日の発表事項は4点です。まず1点目ですが、金華橋ストリートパークライン2024の開催について発表したいと思います。岐阜市では岐阜駅周辺から岐阜公園までをつなぐ岐阜市センターゾーンにおきまして、岐阜を動かすさまざまな施策を展開をしております。このセンターゾーン全体をさらに魅力ある空間としていくためには、エリア間をつなぐ連携軸の強化により、回遊性の向上を図ることが重要であり、この道路空間を活用した街づくりなどに取り組んでいるところです。そうした中、昨年4月には令和5年の4月に、居心地がよく歩きたくなる岐阜市の街中と題しまして、中心市街地の道路空間のあり方についての、将来イメージをパンフレットにまとめて市民の皆様に公表させていただきました。これは学識経験者や道路管理者、地域や商店街などの関係者の皆様にご意見をいただき、また市民のアンケート調査も踏まえまして、金華橋通りや長良橋通りなど中心市街地の4つの道路それぞれの将来イメージを取りまとめたものです。こうしたイメージを踏まえまして、昨年度金華橋通りにおいて令和2年度以来となる社会実験を開催をいたしました。ちょっとその結果をおさらいをしておきたいと思いますが、昨年の実験期間は、令和5年11月17日から19日まで、3日間、行ったものです。場所は JR 岐阜駅前から、市役所までの約 1.6 キロということで、長い区間を岐阜県からお借りをいたしまして、車線を規制し、歩道を拡幅し、利活用空間としてにぎわい空間の創出を行いました。また休日の、道路空間の使われ方などについて検証をしたものです。検証した結果、日曜日には歩行者交通量は普段と比べ最大約6倍となりました。また実験区間の全線にわたって人の流れがつながり、多くの方に、ワクワクする道路空間を楽しんでいただきました。その一方で、利活用団体の皆さんからご意見もいただいておりまして、一時的なイベントではなく継続的に取り組むべきというご意見ですとか、日常的な空間を長期間実施することで実現性が高まるのではないかといったご意見も、いただきました。また来訪者の皆様からもアンケートをいただいてまして、沿道店舗等との一体感並び広い道路やにぎわいある道路空間への再編を望む声が多くありました。そうした声やご意見を踏まえながら、広く市民の皆様にさらなる機運の醸成を図るために、今年度社会実験を実施するということです。実験の概要です。これまでは休日を中心とした社会実験でしたけれども、今回は、この道路にはいい縁側があると、ポスターに書いてありますけれどもということをテーマといたしまして、より日常にフォーカスした居場所づくりを意識し、まるで縁側のようにオープンにくつろぐことができる空間を、創出します。実験期間は10月20日日曜日から11月12日の火曜日まで、区間は金華橋通りにおける柳瀬エリアの南進方向約130メートルの区間で実施をいたします。今回の実験には大きく2点、特徴がございます。まず、1点目の特徴ですが、休日のイベント時だけではなくて平日も含めた、連続した約1ヶ月間という長期間、実証するということです。長期間にわたり多くの方に実験して体験していただくことで、利用者は道路空間をどのように使い、また何を求めておられるのかなど、利用状況調査やアンケート調査などによって把握し、日常的な道路空間のあり方について検証したいと考えております。また車線を減少することで周辺道路の交通影響がどうなるのか、そして約1ヶ月間で交通量などがどのように変化するのかについても把握をしたいと考えております。2点目の特徴ですが、既存の歩道と車道2車線を一体化し、約11メートルのフラットになった幅広い空間を創出します。まさに将来をイメージした道路空間を具現化するということです。
スライドをご覧いただきますと、左下に実験風景の、CG のイメージを載せておりますけれども、植栽や人工芝による、緑やぬくもりのあるもの、木製のパレットによりまして、縁側のような空間を作るということ、またテーブルやベンチなどを設置して居心地がよくゆったりとくつろげる空間を作りたいというふうに考えております。こうしたどの空間で、日常のいつもと非日常の特別があるみんなの縁側として普段とは違う様変わりした、いつかの道路を体験してほしいと考えております。道路空間に活用内容ですけれども、具体的なコンテンツやイベントを主なものをご紹介したいと思います。まずいつもの縁側として平日についてですけれども、子どもさんが楽しめる遊び場ですとか、遊び場として、移動遊具や木のおもちゃ、絵本などを常設します。子育て世代の親御さんをはじめ多くの方々に、公園のように遊びくつろげる道路を体験していただきたいと考えております。またハンモックやビーズクッションなどで、青空を見上げながらこの空間でくつろげますし、手作りパンや弁当販売などおいしいご飯を買っていただき、ランチ会など食事を楽しむこともできます。さらには Wi-Fi 環境が整った仕事スペースも作りますので、テレワークなどでぜひ活用していただきたいと思います。次に週末に開催される特別な縁側に登場するイベントをご紹介します。実験期間中には土日祝日を合わせ8日間の休日があります。さまざまなイベントとのコラボも含め、にぎわいのある空間を作ってまいります。まず実験開始日の10月20日の日曜日は柳瀬で、人気のある、マルシェイベントのサンデービージングマーケットが開催されますので、この日はパークライン内にも、物販や飲食店などを出店いただき一日中楽しむことができます。次に10月26日土曜日、27日日曜日は柳瀬グラス35の G テラスにおいて開催されるワインやクラフトビールなど約100種類のお酒が楽しめる柳瀬ワインフェスタ2024のサテライト会場として、パークラインのベンチや芝生などでもゆっくりとお酒を飲んで楽しんでいただきます。特に26日の土曜日は夜も開催されますので、ライトアップされた夜の縁側も体験していただきたいと思います。さらに3回目の週末となる11月2日土曜日、3日日曜日は秋の恒例岐阜信長祭りを開催します。この日のパークラインは岐阜市土産品協会主催のあゆ祭りの会場となり、チョコレートをかけて手作りあゆ菓子を作るワークショップやお土産の販売など清流長良川のあゆにちなんださまざまなイベントを開催します。最後の週末の11月9日土曜日、10日日曜日は子ども向けのイベントとして、つなぐ手の協力によるエアトランポリン、FC 岐阜のキャラクターのギッフィーのスライダーなど、楽しく遊べる遊具を設置しますし、また長津川にあるストーンミュージアム博石館のご協力で、宝石探し体験も行います。さらに車体に自由に落書きができるお絵かきバスなどもやってまいります。というように、週末は毎日、市民の皆さんに道路が目的地としてお出かけいただけるようなワクワクする楽しい空間を作っていきます。最後にですね、利活用の協力団体ですけれども、一覧にお示しをした通りですが、さまざまな形で商店街や沿道の施設、さらには民間企業や学校各種団体の皆様にご協力をいただきます。現時点で約40団体の皆様と連携をし空間を作っていきます。現在調整中の企画や出展も多数ありますので、今後 SNS やホームページなどで随時情報を公開予定ですので、また皆様方にも現在チラシも作成をしております。後日ご提供させていただきたいと考えております。最後になりますが、金華橋ストリートパークライン2024に、多くの皆様に、お越しをいただき、将来の道路空間を体験していただきたいと、我が岐阜市の近未来をですね、体験していただきたいなというふうに思っております。今後もこうした社会実験を通して、中心市街地の道路空間をより生きた空間、魅力的な空間として活用できるよう、道路管理者や沿道の関係者などの皆さんと連携しながら道路空間利活用の検討を着実に進め、居心地がよく歩きたくなる街中の実現を目指してまいります。
2点目です。環境分野の DX 及び脱炭素化に向けた取り組みについて2点発表いたします。まずお手元にですね、配布資料で岐阜市ゴミ分別アプリという配布資料がございます。こちらご覧いただきたいと思います。1点目の発表は、来月10月1日からゴミの分別等に関する情報をいつでもどこでも見ることができるスマートフォン向け岐阜市ゴミ分別アプリ 3R の運用の開始を行うことです。岐阜市は限りある資源を有効に活用し、持続可能な循環型社会の実現に向け、ゴミ減量資源化指針の策定をいたしました。そしてこのゴミ減量資源化指針に基づき、減量資源化に取り組んでおります。近年ではリサイクルされる資源物の割合が上昇しておりまして、市民の皆様のゴミの分別やリサイクル推進の意識も高まっていると感じております。こうした中で、その家庭でのゴミ出しにあたり、ゴミの分別の仕方がわからないなどの問い合わせを多くいただいております。例えば市のホームページの表示回数ですと、岐阜市ゴミ出しのルールというページが第3位というふうになっておりますし、担当課、これは環境委員会や資源循環課ですが、電話での問い合わせも、平均1日113件ということです。また岐阜市粗大ごみオンライン受付システムという、いろんな、オンラインで手続きをしていただくことを可能にしておりますが、こちらもこの粗大ごみのオンライン受付システムが、第1位ということで、非常にごみに関するお問い合わせが、ネットを通じたりお電話で多数寄せていただいているということです。でそのため、スマートフォンで手軽に素早く日々の生活で発生するゴミに関する疑問を市民の皆様に解決していただくことで、ゴミの分別リサイクルのさらなる促進と市民の利便性の向上を図るということで、この岐阜市ゴミ分別アプリの運用を開始することといたしました。主な機能ですけれども、まずゴミ分別検索ということで、ゴミの分別方法や出し方について、五十音順またはキーワード検索で品目別に表示して簡単に調べていただけます。間違いやすいものや迷うものを正しく分別することが可能となります。またゴミ収集日カレンダーもこのアプリではございまして、お住まいの地域を設定いただきますと、ゴミの種別ごとの収集日をカレンダー形式で確認できますし、アラームで収集日をお知らせして市民の皆様の利便性の向上につなげていきます。また岐阜市からのお知らせということで、環境エコに関するイベント情報や災害時のゴミ排出に関する情報などのお知らせも行ってまいります。また今外国人市民の方も増えておりますので、外国語5言語に対応するアプリとしておりまして、具体的には英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語に対応して、多様な文化を持つ外国人市民の皆様にもゴミの分別に関する情報を分かりやすく提供いたします。さらに市公式 LINE からもゴミ分別アプリ 3R の機能に簡単にアクセスをしていただく、こちらパソコンのウェブ版ですけれども、そういった形で皆様に情報を提供していきたいと思います。本日発表したアプリの運用は来月10月1日火曜日の公開を予定をしております。日々の生活で発生するゴミに関する疑問を解決するために、市民の皆様にはぜひ積極的にご利用いただきたいと思います。次に、ゼロカーボンフェスタの開催について発表いたします。お手元にはゼロカーボンフェスタのチラシも配布させていただいておりますが、岐阜市では昨年の5月にですね、2050年までに二酸化炭素の、排出実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言を行いました。市民や事業者の皆様が脱炭素社会への理解を深めて、ゼロカーボンの実現に向けた積極的な取り組みにつながるイベントとして、初めて開催をするということです。開催日時は11月4日の月曜日午前10時から午後4時までみんなの森メディアコスモスで行います。テーマはゼロカーボンの未来を目指してみんなで今から取り組むゼロカーボンシティ岐阜でございます。内容ですが、スタジオやギャラリー、ホールでは水素エネルギーを使ったロケットで遊ぶ体験ワークショップ、岐阜高校の生徒による気候変動と野生生物に関する発表とクイズ、パネル展示や事業者向けのシンポジウム、
コミ原料フォーラムなどを行います。またカオカオ広場では電気自動車や自動運転バス、水素で走る燃料電車の展示、環境に優しい地産地消をテーマにした野菜の販売やキッチンカーの出店など、まあ、26の企業、団体、自治体、学校にご出店いただきます。ホームフェスタは市民や事業者の皆様、特に未来を担う小中学生を対象にゼロカーボンについて楽しく知っていただく機会になればと考えております。なお参加は無料ですし、事前申し込みも不要ですので、ぜひお気軽にご家族でご参加いただきたいなというふうに思っております。3点目です。窓口 DX の推進について発表したいと思います。岐阜市では窓口 DX に取り組む中で、10月1日の火曜日から、市民課および国庫年金課の窓口にこのマイナンバーカードを活用した新たなシステムを導入いたします。これは申請書記入の負担を軽減するなど市民サービスの一層の向上を図るものです。まず申請書作成支援システムですけれども、市役所1階の市民課には1日あたり約600名の市民の皆様がご来庁され、そのうちの約半数の方は証明書交付の申請手続きでお越しになります。今回導入する申請書作成支援システムはマイナンバーカードから住所、氏名、生年月日を読み取りまして、その情報を印字した申請書が出力されるというものです。住民票の写しや、戸籍、税に関する証明書などほぼ全ての申請書に対応しております。また一度に複数の申請書作成支援が可能となります。氏名や住所などの同じ内容を繰り返し記入することはありませんし、コンシェルジュや職員が操作のご案内をさせていただきます。また国庫年金課では被保険者移動届や再交付申請書などの作成を支援させていただきます。こちらは職員が対面で聞き取りしながら活用するもので、いずれも欠かせない窓口を進化させ、市民の皆様の窓口申請にかかる時間の短縮に寄与していきたいというふうに考えております。もう一つですね、総合窓口証明書自動交付サービス端末ということを導入します。これ何かと言いますと、岐阜市のコンビニ交付サービス、これはマイナンバーカードでコンビニに行けば基本的にはどこでも証明書発行できるわけですけれども、令和5年度末時点では 26.8% の利用率ということです。で、市民の皆様の中には、マイナンバーカードは持っておられるけれども、コンビニで住民票を取れることは知っているけれどもということで、実際には利用したことがない方がまだまだ多いということでございます。これは事務所でアンケートを取りまして、そういったお声をいただきました。で、今般コンビニであるものと同様の端末を市民課に設置をいたしまして、6種類の証明書を発行できるようにいたします。総合窓口コンシェルジュが、利用をサポートさせていただきますので、まずはですね、市役所にご来庁の方に、この総合窓口証明書自動交付サービス端末を使っていただいて、次回からは市役所や事務所にお越しいただかなくても、近くのコンビニで気軽に証明書を、取得していただけると、こういったことを目指していくものです。また各事務所の利便性の向上といたしまして、番号札の発券機も更新をするということで、今市内には7つの事務所がございますが、非常に便利な窓口として市民の皆様にもたくさんのご利用いただいております。現状はですね、来所された順番に番号を発券いたしますので、マイナンバーカードや福祉関連の手続きなど種類内容が、大変今増加をしておりまして、手続きの種類によっては、時間がかかるものがあって窓口が混雑するということがございます。また受付の窓口も異なっております。従いまして、要件によって待ち時間が大きく異なるということで、これは市民の皆様の利便性からするとすぐに終わる手続きの方も時間がかかる方も全部一律に発券機の順番に並んで、お待ちいただいているということですので、新たな発券機を全事務所に導入いたしまして、
この手続きの、種別ごとに発見をするということです。自分が同じ手続きの中で何番目なのか、待ち人数も、一目で分かるということで、スムーズな受付を実現し、あと何人で自分の番が来るか、市民の皆様にもご理解いただけるということで、皆さんの利便性に、寄与していきたいと思います。まあ、いずれもすぐ使え簡単で便利なサービスということで、まあ、市民の皆様にはぜひこういったサービスをご利用いただきたいと思います。で、まあ、こういったことをやっておりますのも、岐阜市としてこれまでもですね、この窓口 DX を推進をして、特に庁舎1階の総合窓口では、この歩かせない、欠かせない、待たせないということを取り組んできました。将来の窓口の在り方、要はマイナンバーカードとかですね、オンライン申請とかを皆さんがフルにこう使っていただくと、わざわざお時間を作って、市役所にご来庁いただかなくても、さまざまな行政サービスが受けられると、まあ、こういう窓口を将来像としては描いているわけでございまして、まあ、常にそういったことを研究しながらですね、便利で優しい窓口サービスの提供に努めてまいりたいというふうに考えております。最後4点目です。清流の国岐阜文化祭2024の開催につきまして、岐阜市に関することを発表したいと思います。今年は、まあ、文化の年ということで、夏に開催された第48回全国高等学校総合文化祭、非常に高校生たちが青春ということで、素晴らしいですね。高校生がパフォーマンスを発揮してくれました。まあ、いよいよこれに続いて、全国規模の清流の国岐阜文化祭2024が開催されます。まあ、開催期間もバナーの通りですけども、10月14日から11月24日まで42日間、岐阜市では、開閉会式のほか、岐阜市が主催するイベントとして29のイベントを実施をいたします。この全国規模の、文化団体による全国文化交流事業としては、大正琴、社交ダンス、マーチングバンド、教杯、連句、川柳、茶道、華道、お香、演劇と、まあ、10の祭典を開催します。また会場は岐阜市文化センター16プラザ、みんなの森岐阜メディアコスモス、岐阜市民会館のほか、まあ、市内各所で開催をするということです。また地域文化の特色を生かした地域文化発信事業、これが17イベントございまして、この中には例年開催をしております岐阜市民文化祭として親しまれている第76回岐阜市美術展覧会、第37回岐阜市民芸術祭、第30回岐阜市文芸祭も開催しますし、またこの文化祭の特別企画といたしまして、岐阜の街づくりに貢献した戦国大名斎藤道三を題材に、演劇と邦楽、邦舞、洋楽、洋舞、合唱を融合した舞台、岐阜市民劇道三、斎藤道三の反省を開催いたします。まあ、私も実は参加をしておりまして、我が木の織田信長役で出演をするということで、今一生懸命お稽古に励んでおります。障害のある人が文化芸術活動を発表する障害者芸術文化事業として、インクルーシブな楽器演奏会およびストリートピアノ演奏会と、岐阜市オンリーワン私たちの芸術祭の2つのイベントも実施をいたします。一部のイベントでは事前の申し込み、チケット販売を実施中です。事前申し込み不要、無料で当日観覧可能なイベントも多数ございますが、詳細につきましては10月1日号、15日号の広報岐阜およびホームページ、市役所や各コミュニティセンター等に配布している、まあ、お手元にもガイドブックをお配りしますが、こちらをご覧いただきたいと思います。まだ関連いたしまして、歴史博物館で、特別展を開催をいたします。お手元にはこのつなぐというですね、パンフレットをお配りをしておりますが、清流の国岐阜文化祭2024の地域文化発信事業の一つとして、岐阜市歴史博物館で共につなぐ未来へにちなんだ関連特別展つなぐを10月12日から11月24日まで開催をいたします。で、開催の趣旨でありますが、雪舟や松尾芭蕉をはじめ室町時代の連歌師宗義などが、岐阜には多く、まあ、こうした文人が訪れて、おられます。そして岐阜の人々と交流を重ねられました。で、本展覧会ではこうした旅人たちと地元の人たちのつながりを紐解こうということで、
廉歌や俳句会、漢詩など交流を通して育まれた文化活動に焦点を当てます。また旅人たちが残した紀行文や絵画作品などから旅人の視点で岐阜の魅力も紹介をしていきます。見どころですけれども、今回の特別展では国の重要文化財8件を含む74件の作品を展示いたします。そのうちの一つがパンフレットにも出てますが、文明13年1481年に岐阜を訪れた雪舟が描いた山寺図ということです。パンフレットだとこれですね、右下のところになります。これ山寺図というものです。実は原本は消失したということでございますけれども、模写したものが残っておりまして、雪舟が岐阜を描いた、唯一の作品ということです。作品とともに雪舟が美濃に滞在した際の様子が分かる資料も紹介していきます。その他にも織田信長公に仕えた戦国大名細川雄斎の自筆の紀行文を展示します。展覧会への出展は初ということでありまして、自筆の紀行文、これですね、パンフレットを見ていただくと真ん中のところで、これですね、何度も紀行を訪れた戦国大名と書いてあるんですけども、これも出展は展示をいたします。信長公との岐阜での思い出に浸る雄斎の心情がうかがい知れる作品ということでございます。なお細川雄斎はですね、関東道の駅において小田原征伐に参戦した際に記した道中記ですけれども、遂行を重ねて信長公の時代に、足利義昭の使いでたびたび訪れた岐阜について見慣れしところと、記しておられます。ぜひ、ご覧いただきたいと思います。他にも松尾芭蕉が上京5年1688年に岐阜松の町人に招かれて岐阜を訪れた際の資料もご紹介しております。芭蕉直筆の俳句の開始などからは、芭蕉を迎え入れるために心を尽くした岐阜の人たちの姿が垣間見れます。こうした名だたる著名人の紀行文が揃った岐阜で最大規模の展覧会でございます。期間中には、各種講演会や学芸員による展示解説も開設いたします。この展覧会では歴史上の著名人と岐阜の人たちとのつながりを通じて、この岐阜の地で文化が育まれ今に継承されてきた様子を知っていただくことができます。まさに国民文化の大交流の実現を基本方針とする国民文化祭の在り方に通じる催しです。展覧会を通じ、国民文化祭のテーマである共につなぐ未来へに込められた思いを改めて感じていただければと思います。またぜひ、多くの方にご来館をいただきたいと思います。本日の発表は以上です。ありがとうございました。それでは質疑応答に移ります。各社からご質問を受けますので、挙手の方をお願いいたします。ご質問はよろしかったでしょうか。じゃあ、岐阜新聞の田さんになります。岐阜新聞の田です。お願いします。はい。先日発表されました基準地価についてなんですけれども、はい。県内の商業地では柳瀬商店街の近くの別名通りのところがですね、契約率で1位となったということがあったんですけれども、で、一方で住宅地の方では小金町の方で最高価格というところが出たと。非常に狭いエリアでこういった形で値上が分かれていたという印象なんですけれども、はい、岐阜高島屋の閉店の影響と見られているんですけれども、この辺りで市長として、中心市街地の街づくりについて所見をお聞かせください。はい、ありがとうございます。先般基準地価が発表されました。で、今お話しいただきましたように、今回説明通り 2-1-4 ということで、地価下落率が 4.7%、 県内就業地では1位ということで、岐阜新聞で大きく書いていただいたと拝見をしております。で、これまでですね、柳瀬グラスル35の開業とか、センタルパーク小金公園のリニューアルなどによって、新しい人流やにぎわいが生まれておりますので、今回のこういった結果は岐阜高島の閉店の影響だというのは私も受け止めております。しかし柳瀬エリアでは岐阜高島にテナント出店していた複数の店舗が柳瀬に魅力を感じていただいて、近隣の空き店舗や柳瀬グラスル35の空き区画へ出店をしていただく、
など、まあ、今後の新たな商業地としてのまちづくりに向けた、まあ、前向きな動きも見受けられるというふうに思っております。住宅地については県内住宅地では小金町6-17-1が今回調査地点に加えられた上で1位となりました。これは本市が中心市街地で取り組んできた商業地としての活性化に加えて子育て世代を含め多くの人を呼び込み子育てしやすい環境の整備などの街中居住の促進を図ってきたことなどが評価されたものではないかなというふうに思っております。岐阜市の中心市街地では、まあ、ありがたいことに平成30年度以降まあ、11棟935戸の分譲マンションが供給されておりまして、まあ、2024年版の民間調査による借りて住みたい街ランキングでは、まあ、岐阜は6年連続1位ですし買って住みたい街ランキングでも初の1位を獲得したということで、まあ、2冠を達成しています。まあ、こうした中で、サンデーミュージックマーケットやリノベーション街づくりといった民間主導の街づくりが進められておりますし、まあ、特に私は大変大きな変化だと思うんですけど今年の4月にですね、まあ、柳瀬商店街の、若い理事長さんが誕生したとして、柳瀬再現計画も発表されてですねこの将来の町を担う世代が、非常にアクティブに活躍をしておられます。まあ、特に旧高島屋の東側では柳瀬商店街振興組合連合会を中心に生鮮食料品のマーケットや飲食可用な夜市ということでまあ、10月1日から柳瀬中央市場が開催されるということでこちらも大変期待をしております。また先般行われた西柳瀬のでは奥柳瀬ということでこちらも地域資源を生かした新しい町のブランディングプロジェクトがスタートしております。まさに商店街の皆さんが、まあ、一丸となって現代の難局を乗り越えるべく主体的な取り組みが生まれていることを私はまあ大変心強く思っております。で岐阜市としてはこうした地域の主体的な街づくりを注視しながら町の将来像の具現化に向けた取り組みに対し効果的な支援策の検討を進めていきたいと考えております。なお、まあ、今後の中心市街地ですけれども、ご案内の通り名鉄名古屋本線鉄道高架化事業岐阜駅北中央東中央西地区第1種市街地再活事業に加えまして民間事業者による旧本庁舎跡活用事業などまあ、岐阜を動かす象徴となるさまざまな事業が、まあ、官民連携で進められておりますので、まあ、こうした事業が進められているエリアについては、まあ、商業地、住宅地ともに、まあ、確実に地価は上昇しているというふうに認識をしております。岐阜市としては引き続き未来につながる投資を通じて、まあ、持続可能な街づくりを進めてですね、まあ、岐阜市のやっぱりこう価値が高まっているということを引き続き、実現していきたいというふうに思っております。追加で、はい、まあ、確かにいろんな事業が進む中で、まあ、山瀬以外のというか周辺部ではかなりこういい数字が出ているのかなとは印象を受けるんですけれども、やはりちょっと、まあ、柳瀬商店街というところが、まあ、古くから岐阜においては、まあ繁華街として、まあ、皆さん注目されている場所でもある中で、こういった数字が出たというのは、残念な部分もあったのかなと思うんですが、まあまあ、あくまで基準しかなので、まあ、想像でしかないとは思うんですけれども、まあ、見立てとして、まあ、周辺部がこう開発が進んでいく中で、まあ、柳瀬の部分についても市長としては、まあ、相乗効果で上がっていくであろうとか、なんかどのような予想を立てられているかも。はい、基準地価っていうのは正直でして、いろんな事業が進んでいるところは先ほどお話をしたように上がります。まあ、将来への期待も込めて上がっていきます。で課題があるところは下がります。まあ、これは地価というのはそういうものですと。で一方で今ちょうど旧長崎はもう解体作業の真っ盛りということですし、まあ、今後商店街ではアーケード問題などもご議論が進んでいくということですし、まあ、先ほど発表しました、金華橋通りのストリートパークラインもですね道路空間に活用というのは今回まさに柳瀬の、すぐ隣接した金華橋通りのところを活用させていただくということで、まあ、こういった取り組みが官民連携して進んでいきますので、まあ、そういったことは今後はプラスに働いていくだろうというふうに考えておりますので、まあ、街づくりというのは順風満帆ばかりではありませんから一歩進んで半歩下がってまた一歩進んでということを地道にですね着実に繰り返しながら、未来への投資は絶えまず行っていくというふうに私自身は考えております。
ありがとうございます。他に、あ、じゃあ岐阜新聞本場さんお願いします。岐阜新聞社の本場です。よろしくお願いします。はい、3点ご質問いたします。まず1点目ですが、岐阜市再演の火災施設で職員が火葬中に遺体の頭部を金属の棒で突いて崩す行為をしていたことについてです。はい、こちらの、頭部を突いて割り崩す行為については職員間で教えられていたということです。市長はこの行為に対してどのようにお考えになるのかご見解をお尋ねします。はい、2点目です。今月9月12日から16日までメディアコスモスで、市民団体さんによる司町の旧庁舎の、はい、保存や活動について考えるイベントが開催されました。はい、個人的に市長の旧県庁舎に関わる思い出があればお尋ねしたいのと、はい、またこの市民団体さんは、市に岐阜市に旧県庁舎を購入して活用していただきたいというご提案をされていますが、これに関する市長のご見解をお尋ねしたいです。はい、ありがとうございます。あともう一点、すみません、はい、市長のイスラエルへの訪問に関連してご質問です。今毎週金曜日市役所前の、報道のところでイスラム教徒の市民の方々のデモが毎週続いておりますけれども、昨年の10月以降市長はイスラム教徒の市民の方と対話の場を持たれたことがあるかどうかお尋ねしたいです。お願いします。はい、ありがとうございます。まず再演に関する、ご質問ですけれども、火葬業務というのはきれいな骨をご遺族にお渡しして勘定するというふうに私たちは考えております。まあ、そのために再演においては必要かつ適切な業務を行っているというふうに認識をしております。また再演の職員に対しては再演長から、まあ、これからも火葬業務に携わるプライドと使命感を持って今後もご遺族に寄り添い、より一層ご遺体の尊厳を大切にした火葬を引き続き行っていく上訓示を行ったと報告を受けております。本件に関しましては、提起されている訴訟に関連する可能性がありますので、今後は訴訟への対応を適切に行っていきたいと考えております。2点目の旧岐阜県庁舎についてですけれども、まあ、思い出と言われますと、まあ、私もこの政界に入って20年ですが、ちょうど駆け出しの20代の頃ですね、まあ、県の関連の団体の事務所などもあそこに入っておりましたので、まあ、そういったところをご挨拶に訪問させていただいたのが私がおそらく最初に旧県庁舎の中に入った、なんか建物の中に入らせていただいた思い出かなというふうに思いますけれども、まあそういう、まあ、本当の若い頃の私の政治家としての、歩みを思い出として、懐かしく思っております。建物の保存活用についてということですけれども、まあ、ご案内の通り旧岐阜総合庁舎は大正13年に建築をされていて、約90年の秋にわたり岐阜県の行政庁舎として供用されていましたが、まあ、これ耐震性の問題があるということで平成25年3月にまあ閉鎖されたということです。で現在所有者である岐阜県において今後の活用の方向性を検討することとされておりますけれども、まあ、現在のところ具体的な方針は未定というふうに伺っております。で岐阜県との間ではこの旧岐阜総合庁舎の今後の活用検討において本市と関連するものとしては、まあ、岐阜県の取り組みの報告を伺う場として旧岐阜総合庁舎利活用連絡会議が設置をされております。まあ、これまで4回会議が開催されておりますが、まあ、今日まで具体的な方針等が示されることはなかったというふうに報告を受けております。まあ、なお、市民団体の皆さんが、様々な活動をされていることが象徴しております。で、まあ、こうしたことからですね、まあ、今後もこの旧岐阜総合庁舎という岐阜県の庁舎というのは、岐阜県が所有者でありますので、まあ、岐阜県において、どうされるのか検討されるというふうに私は認識をしておりますので、まずは岐阜県のご検討について、どのようにされるのかということが先ではないかというふうに思っております。3点目ですけれども、まあ、私は特にお会いをしたことはありません。ありがとうございます。1点目と3点目で追加の質問なんで、あ、すいません、いいですか、ごめんなさい。1点目と3点目で追加でご質問します。
で1点目の再演の件ですけれども、今後 の, そのご遺族の方、ご遺体の、まあ、尊厳を守るような業務の執行をということですけれども、ということはその、頭部を継ぎ崩す行為については、まあその一般的な業務の範囲内であって、その尊厳を損なわせるような行為ではなかったという認識ということでよろしかったでしょうか。まあ、私たちは現場でですね、これまでも、火葬をする、きちっと整骨をして、最後、ご収骨をしていただくということで、まあ、きれいな骨をご遺族にお渡しするということで、これまでもご遺族に寄り添いながら、まあ、丁寧な対応を心がけてきたということです。従いまして、職員には、まあ、私どもの再延長が訓示をした通りでありますけれども、火葬業務に携わるプライドと使命感を持ってですね、市民の皆さんに寄り添いながら、やっていただきたいと思っております。まあ、なお詳細については、まあ、訴訟に関連する可能性がありますので、まずはそちらに委ねるということになると思います。3点目の方の追加の質問なんですけれども、これまで市長はその、まあ、17時間のフライトをかけてイスラエルまで飛んで現地の方にお話を伺ったり、あるいは昨年には日本伝道会議の場でご挨拶なさって、またロゴ伝道にも参加されたと伺っております。こういったそのユダヤ教圏やキリスト教圏の方々に寄り添われる言動が多い一方で、イスラム教圏、まあ、その紛争当事国の、まあ、他方であるイスラム教圏の市民の方との対話の場を持っていないというこの現状は、その、まあ、公務員としての全体の奉仕者として、まあ、公平性中立性に欠けるというふうに、まあそのまあ、要は市長はちょっとこうエコひいきしてるんじゃないかというふうに市民に誤解される可能性があるのではないかと考えますが、お考えいかがでしょうか。まあ、私の信仰に関わることであります。信教の自由に基づいた、私の個人の行動というふうに思っています。もちろん信教の自由を否定するつもりは、ありませんで、もちろんその、まあ、私も仏教徒ですので、仏教徒の方に共感をすることが多いですし、一方で、まあ、市長の言動に共感できなかったり、まあ、分からなかったりすることはあるんですけれども、それでも、まあ、理解をしようとすることが重要だと思っていまして、なので市長の過去の発言等もいろいろ探して拝見しているんですけれども、そういったそのシンパシーを超えた、まあ、分からない他者を理解しようとする、そういうその努力というのは、まあ、この40万市民の代表者として、そして、まあ、その全体の奉仕者である公務員としても必要なことではないかと思うんですけれども、改めてそのイスラム教徒の市民の方と対話の場を持たれる、お考えはあるかお尋ねしたいです。常に私の信仰に基づいて行動します。ありがとうございました。時間もありますが、あと1問、じゃあ中日新聞の、はい、お願いします。ボタンもちょっと赤く光ります。中日新聞の森と申します。ちょっとお伝えした質問は1点に新聞さんと被りましたので取り下げます。はい。まず今日のこの発表でありました、はい、ストリートパープラインに関してですね、はい、まあ、今までも2019年と去年2度金華橋で得られているというふうにご承知しているんですけれども、はい、まあ、来年以降、まあこの、まあ、イメージ図にある通りな、まあ、町に向けてどのようなイメージで市として、市長としてといった町づくりを進めていこうと考えるのかと、まず一点教えていただきます。はい、ありがとうございます。まあ、この道路空間の利活用というのは公共空間を生かした町づくりです。中にその公共空間には道路空間も、その一つだということで、取り組んできましたし、まあ、これはウォーカブルシティということで国土交通省も掲げておられる取り組みですけれども、まさにこの滞在型のですね、街の中をこう、歩いたり、あるいは他のモビリティとか、まあ、自転車もそうですし、まあ、そういう形で、居心地がよく歩きたくなる街中っていうこの言葉の通りです。でこれ指導ならですね、私どもが決定してできるわけですけれども、いかんせん県管理国道だったり、まあ、県道だったりするので、まあ、こういったことについてはこの社会実験をしっかりと積み重ねながら、交通への影響はどうなのか、沿道の皆さんの理解はどうなのか、あるいはこういうものを仮に実現をしたときにどういうその成果があるのかとか、いったことを精緻にですね、データを蓄積をし、また県民市民の皆様の機運も調整していかないと、
いけません。で、まあ、それでいうとこう丁寧にこういった社会実験を重ねながら、県に対してまたご報告もさせていただいているということで、まさに県市連携なくしてこの事業は成り立たないということでありますから、まあ、これからもあの実験を重ねながら県に、まあ、ご理解いただけるようにですね、あのしっかりとデータを揃えていきたいというふうに思っておりますし、またあの県民市民の皆様の情勢、あの機運が醸成してくると、それは県に対してもこれはぜひ岐阜市と一緒にやるべきではないかという、こういう意見も広がってくるわけですので、まあそれでこそこの道路空間が本当の意味で市民、まあ、県民の皆さんに活用していただけるということで、まあそういうことを大切に地道にやっていきたいというのを思います。まあもうちょっと2点お伺いしたいんですけれども、先ほどありました岐阜市菜園の件でですね、はい、まあ、スタッフ市長の、まあ、ああいった一部報道があった後にですね、岐阜市菜園の方にどのような職員の方に指示をされたのかということは1点お伺いしたいことと、もう1点ちょっと事前に通告はしていないんですけれども、まあ、先日の市議会の定例会であった答弁で、まあ、お骨を整える作業ということと、弊社の行動で頭を金属の棒でついて割るという行為のその違うところについて教えていただけたらと思います。はい、まあ、詳細はですねテクニカルな話ですので、これは担当部局に聞いてください。まあ、私はこれまで市役所の中ずっと朝礼で回ってます。いや132かな今日でいましたけど、その中には当然菜園もあります。そこでも訓示をしてますし、菜園長からもですね、まあ、こういう報告を受ける中で、当然ですけども菜園長が現場に訓示をしたことを私も再延長に言っているわけですので、我々組織として現場にそのことを改めてこう伝えたということです。ありがとうございます。では、以上をもちまして市長定例記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。